馬場で出行する中央競馬の重賞競争である。競争名のフラワーは花を意味する英語。大賀賞優秀品馬と続く品馬クラシック路線の関東地区における前哨戦として位置づけられている。1987年に創設された四歳品馬による重賞競争。試行上、距離は創設時より中山競馬場の芝1800メートルで、 定着している。創設時の負担重量はバレエだったが、2001年より別定に変更された。外国産馬は1995年から、地方競馬所属馬は1996年から、それぞれ出走可能になり、2009年からは外国馬も出走可能な国際競争となった。以下の内容は2021年現在のもの。出走資格。 サラ系3歳品馬負担重量、別、定2021年の1着賞金は3500万円で、以下2着1400万円、3着880万円、4着530万円、5着350万円。コース種別を表記していない距離は芝コースを表す。優勝馬のバレーは2000年以前も現行表記に揃えている。重症競争が創設される以前に、 同盟の特別競争が行われていたことがある。ただし、JRA では、この競争を前進としていない。出展が明記されている1982年以降、を記載。バレーは、現行表記に揃えている。出展、各回競争結果の出展。ありがとうございます。